こんにちは、エバツタケシです。今回は、孤独を恐れる必要はないというテーマでお話ししていきたいと思います。<laughs> 友達が少ないことや、一人ぼっちでいることが恥ずかしいとか、かっこ悪いと考える人がいます。私に友達が少ないのは、私がダメだからだ。私が一人ぼっちでいることが多いのは、私に人を引きつける魅力がないからだ。などと、 自分を責める人がいます。孤独を悪いことだと考えているということです。しかし、孤独というのは自分が望む人生を作っていくための貴重な時間になります。私たちは一りぼっちになることで自分自身と向き合い自分を幸せにするためにはどうすればいいかと考えることができるようになります。私たちは孤独になると寂しさを感じるようにできています。そして、 その寂しさを悪いことだと考え、孤独を避けようとすることで、苦しい人間関係を築いてしまうことがあります。一りぼっちになりたくないという思いにとらわれることで、他人に気に入られるための自分を演じるようになります。嫌われたらどうしよう、拒絶されたらどうしよう、仲間外れにされたらどうしよう、などと恐れることで、自分の言いたいことが言えなくなり、相手の意見に合わせることが多くなります。 孤独の寂しさを避けようと必死になることで自分のやりたいことを我慢しなければいけない関係ばかりを気づいてしまいます。私たちはそれぞれこの世に生まれてきた時から孤独な存在です。なぜなら自分という存在はこの世にたった一人しかいないからです。すべての人間が一人ぼっちなのだからすべての人間が寂しさを感じるのは当然のことです。そしてその 当たり前のようにある寂しさをどう受け止めるかがあなたの人生に大きな影響を与えます。すべての人間は孤独なのだから寂しさを感じるのは当たり前と受け入れることで一人ぼっちの時間をただ寂しいだけの苦しい時間で終わらすことがなくなります。確かに孤独は辛い。でも一人ぼっちでいる時間を自分を成長させるために使うことだってできるし楽しむことだってできるはずだ。 と前向きに捉えることで、自分を幸せにするための方法が見えてきます。大切なのは、寂しさから逃げないことです。孤独になって寂しくなるたびに、これも自分の中から湧き上がる大切な感情の一つだ。だから、しっかりと感じ尽くしてあげよう、と受け止める体験を積み重ねていくことで、寂しさに慣れていきます。寂しくても何とかなるんだ。一りぼっちでも大丈夫なんだ。 という安心感を強めていくことができます。そして、一人ぼっちの時間に自分を幸せにする方法を考え、どんどん行動を起こしていくことで、自分らしさという個性の輝きが増していきます。そうなると、周りの人は、あなたのことを放っておくことができなくなります。あなたの魅力に引き寄せられて、自然と人が集まってくるようになります。孤独の寂しさを受け入れることで、 孤独の苦しみから解放されるとということです。人と一緒にいて楽しいと感じるのは一人一人違う個性が受け入れられている時です。お互いが世界にたった一人の自分という存在が尊重されていると感じることで親密な関係になっていきます。一人ぼっちになることを恐れて他人に合わせてばかりいると自分自身を見失ってしまうことがあります。あなたには 嫌われることを恐れずに、そのままの自分として生きていってほしいと思います。自分にしかない輝きを出すことで、人を惹きつけていきましょう。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこのチャンネルが役に立つと思ったら、いろいろな人に勧めてもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。エバスタキシでした。